先ほど今話題が絶えない無敵の暴露男ガーシー東谷氏の生配信中に彼はある一つのミスを犯してしまったのよ。どのようなミスをしたかというと、おねえニュース速報のジョーカー様よ。このガーシーって人誰って人は、私たくさん取り上げてるから過去動画たくさん見てちょうだい。まずこのガーシーは普段から芸能人の暴露を中心に YouTube 活動をしていて、暴露されたタレントらの CM や仕事が今次々消滅していってるんだけど、それに怒った本人や取り巻きたち、そして所属している芸能事務所がありとあらゆる手を使って彼を血眼で探しているのだけど、どこにいるかは未だ謎な状態。彼曰くワンピースのごとく懸賞金までかけられているとのこと。前々から言われていたのが日本にいないんじゃないかって話もあったのだけど、国内にいるのか国外にいるのかすらはっきりしていないのよ。しかし先ほどの夜22時からの生配信中に彼はある一つのミスを犯してしまったため、大方今現在どこの国にいるのかをこの私ですら特定できてしまうことになった次第よ。ではどのようなミスをしたかというと、彼は生配信中に TKO 木下からのダイレクトメールについての話題になった時、これ見えますかと言ってスマートフォンの画面をこちらに見せてきたわけだけど、その時うっかり現在の時刻が映ってしまったのよ。その画面の時刻がこちら、3時20分って書いてあるわね。この時私たちが視聴していた日本時間では夜22時20分のはずなのに、ガーシーのスマホでは3時20分、生配信なので国内の時間とはズレが生じている。今残っているアーカイブの動画上では22分経過の時点での時間、じゃあ3時22分じゃないとおかしいじゃないかと思うかもだけど、今回の生配信はいつもより2分早く、つまり21時58分から始まったのよ。なのでちょうど分数の方は綺麗に一致してるという点、この時点でわかるのがやはり日本国内にはいなかったんだということ。では次に時差について、この地球の世界は国々の場所によって時差が生じている。東南アジアのタイだったら日本より2時間遅い。例えば日本が夜10時なら向こうはまだ夜の8時というように、今回の日本が22時20分の時に3時20分ということは、時差を考えると日本より5時間早いか19時間遅いかのどちらか。世界的に見て日本は時間の順番は早い方なのよ。日付変更線の左側にあるので。ではまず早い国の方から見ていくわ。理論上先ほど言った5時間がマックスな状態、つまり世界で一番早く朝が来る国の方で言うと、キリバス諸島のクリスマス島というところくらいしかない。そして逆に遅い国の方で言うなら、タヒチ、ラロトンガ、そして有名なのがハワイ。これらの国の中で私がガーシーのいる場所当てるわ。ズバリハワイよ。その根拠は何かというと、ガーシーの今回の生配信でも言っていたのだけど、なんだかんだ暴露を題材に動画を配信していくのは精神的にもしんどいとのこと。あのガーシーといえど昔の LINE とかを見返すと、やはりふとあの頃の自分に戻ってしまうもので、今やってる活動は両親が痛むこともあり精神的に来るものがあるって言ってるのよ。さらにガーシーは自分の好きな国についても言及していって、ハワイが大好きとのこと。基本的に1年の3分の1はハワイにいたこともあるくらいらしいのよ。これらを踏まえて考えてほしいの。人間って精神的にやられてる時、何を求めるか、何で心のバランスを整えるかといったら、やはり癒しなのよね。本当は日本にいたいとこだけど追われてる身だし、どこか海外に身を隠すしかないと言っても、クリスマス島とかラロトンガとかよくわからない国に行こうと思うって言ったら、そうではなく、やはり大体は自分の好きな国に行くものだと思うのよね。と言ってもハワイは日本人もたくさんいるだろうし、ホノルルとかメジャーな場所ではないとは思うけど、さらにはもともとジグロなのかわからないけど、常に焼けた状態を保っていることからも南国ハワイにいる可能性が非常に高いのではというのが今回のジョーカー様の勝手な推理よ。普段はニュースを扱うチャンネルだけど、これもある意味ニュースね。このプラス5時間とマイナス19時間、
厳密に言えばもっと細かい国や島々はあるはずだし、本当にハワイにいるとは思ってないわ。そもそもこの3時20分っていうのが夜中の3時とは限らず、お昼過ぎの3時20分かもしれないし。ではなぜ今回このような動画を出したかというと、別に懸賞金が欲しいわけではないわ。まあ欲しいけど、おほほ、私みたいな素人でも今回の行動は安易だったなと思ったわけで、ガーシーも懸賞金かけられてるならもっと慎重にならないと危ないわよっていう注意喚起の意味も込められてるわ。だってガーシーはエンタメとしては最高に面白いコンテンツだから、もっともっと動画見たいわけだし、こんなとこでくたばってもらっちゃ困るのよ。ガーシー本人は自分のことを話題に上げてもらって、いろいろなとこで盛り上がってほしいみたいに言ってるけど、本当に本当の場所は特定されては危険よ。世の中特定犯たくさんいるんだから。ということで、条件満たせてれば隔離もないみたいだし、私もガーシーに会いに山を張ってハワイに行こうかしら。本当に行った時はこのチャンネルで暴露させてもらうわ。なんてね。